カンナステークスってことでねやっておきましょう。秘密結社、富山総数8でございます。こちら、中山9です。2歳オープン特別芝1200メートル1000ということでね。まあ、これもね、等数もあんまり多くないんですね。この時期の2歳オープンなんてね、クソみたいに衝突数でね。まあ、これで賞金そんなにもらえるのぐらいね。あのー、まあ、その割には、まあ、その後の活躍はもういたりはするから、まあ、文句は言いたかないけれども、まあ、それにしてもさ、っていう。まあ、そんなレースなのでね、確実に見に行きたいなと。 当てに行きたいなってことで、ね、今回これで行きたいと思います。事故は5番のモズ7ナナスター、まあ。カレン、カンナステークス3着、えっと、カンナステークスじゃないや。えっと、これが、そうだね、えっと、前走ですね、鈴蘭首相ですね、あの、3着も、まあ、差のない競馬はできてるんでね、後ろから控えてっていうかね、まあ、要はね、あの、ここに出てくる馬たちって、もう逃げて、どうみたいな競馬をしてき、勝ち上がってきた馬ばっかなんですよね。なのでね、 まあ、そういう馬を前に見て、あの、控える競馬ができているこの馬ってことでね、一番信頼がおけると思います。まあ、そして一番のエコロジーク。まあ前走ね、新馬戦圧勝ではあるんですけどね、逃げて上がりはクソ平凡。まあ、ルメールの継続騎乗っていうことで人気はするんだろうけれども、まあギャ、だからこそね、馬券的には、あえてこう、どんだけ被ってくれてもそれが美味しいみたいなね、 まあそこは今週のジギクスイクスも一緒ですね。同じような感じで狙ってみたいと思います。そして4番のナムラトロム想定6番人気。まあ1人で勝ち上がって前奏は距離延長を負けてます。まあ1人の勝ち時計は悪くはないですからね。これは一応入れておきましょう。そして6番ラブカンプーのコラブアイミー。ラブカンプー3区でね、母と同様に逃げてなんぼかった。いうような勝ち上がり。まあ持ち時計がないのはね、やっぱり前奏不良馬ばっていうのもあると思います。まあ、なので、 まあ、ここでね、勝ち上がれて、この後、まあ、2歳のオープン、ここかな、どっかでね、一発ね、賞金稼いじゃって、お母さんと同じようにね、まあ、オープンの、に近い舞台で、オープン特別とかね、その辺でね、逃げてっていうね、そういう、ラブカンプの思い出に浸らしてくれるとね、ちょっと、それはそれで嬉しいですね。まあ、そして7番のレイピア。 ま、小倉に再ステークスよも4着に検討してますが、これもね、逃げてなんぼなんでね、ちょっとね、前へ行く馬が多すぎて、ラブアイミーあたりなんか、新情馬券で言えば、この馬の単勝だけ100円持ってこのレースは見ておきますでもいいんだけれども。まあね、真面目にこう、だからこそこう、番手、2番手、3番手より後ろでね、競馬できる馬で馬券を固めてね、こんな感じで行きたいと思います。ってわけで、まあ、いつも通りですね、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。